小雨がぱらつく甲子園球場です。セ・リーグ公式戦、阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズの8回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さんは現役時代、雨のゲームで特に気をつけていたことはどんなことでしょうか。雨でやっぱり手が滑るんでね、ポケットにロジンを忍ばせて試合に臨んでますよね。そうなんですね。まずはタイガースの先発、藤浪が甲子園のマウンドに上がります。どんなピッチングをしてくれるんでしょうか。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、このあたり見ていきたいと思います。空振り、スピードボールを持っています。さあ2球目は何か。アウトロー、見送ってボール。打ちました。これはセカンドライナー。バッターは2番に入っている宮崎。まずはワンアウトを取っています。アウトコース決まってストライク。155キロがいきなり出ました。インサイド落ちました。これはセンターに抜けました。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスは3番佐野。ヒットでランナーを一塁に置いています。マウンド上、藤浪、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。打ちました。これはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。センター弾く。ボールを拾って三塁へ送球。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー二塁一塁。打席には4番バッター外。タイガース連打でランナーを増やしています。ちょっと連打を浴びてるんでね、ここは踏ん張りどころですね。はい、さあここをしのぎ切れるです。初球打ち、この打球はどうだ。切れるか。切りました。ファウル。抜けていれば先制かというところでした。インサイド打ち上げました。打球はライトへ。ライトが取りました。ツーアウトです。さあそして打席には梶谷が入ります。こういう勝負強いバッターを乗せると厄介なんで、まずはピシャリと抑えておきたいですよね。さあ2アウトにはなりましたが、ピンチは続きます。まあやはり先制されるのは避けたいですから、しっかり集中したいですよね。なるほど、そうですよね。打った、右中間に強い打球。センター下がる。抜ければ先制ですが、伸びていく伸びていく。セカンドランナーホームイン。ベイスターズ1点を先制しました。フェンス直撃のタイムリーヒット。1対0。序盤から試合が動いていきます。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。まあもう少し慎重に行きたかったですね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。さあそしてバッターボックスにはロペスが入っています。さあなおもピンチが続きます。まあ勢いづかせると厄介ですから、ここは無失点で切り抜けないといけませんよね。なるほど、そうですね。里崎さん、長打を防ぐようなリードというのはあるんですか。まあとにかく長打を防ぐためには低めですよね。ストレートも変化球も低めを徹底して投げていきたいですね。なるほど、そういうリードになるんでしょうか。バッターのロペス、今シーズンのトップバッター、大山、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回ベイスターズ鮮やかな攻撃で先に点を取りました。1対0。
ベイスターズ先制です。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますベイスターズはご覧のような守備陣です。ベイスターズマウンドに上がるのは先発の浜口。どんなピッチングをしてくれるんでしょうか。バッターは糸井。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。初球は何から入ってくるか。ストレート決まっています。次が2球目、低めはボール。インコースへの変化球、ストライクです。ワンボールツーストライク。一塁線落ちてフェア。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで7試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。さあタイガース一打同点のチャンスです。まあ早いうちに振り出しに戻しておきたいところですね。うん、そうですよね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには糸原が入っています。さあまず1球目。やはりランナーがいると初球も慎重になりますよね。なるほど、そうですか。チェンジアップには反応しません。ボールです。高めへのストライク。変化球を狙ってたんでしょうね。うん、そうですね。インサイド打った。抜けた。セカンドランナー帰れば同点。同点のランナーが三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース同点。1対1。振り出しに戻りました。さあ同点にしたシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。まあそうですね、ここで一気に攻めたいですよね。この1回の裏、早くも流れを呼び戻したようです。バッターボックス大山、昨日のゲームでは無安打に終わっています。タイガースこの回同点に成功、攻撃は続いています。赤星さん、先ほどはいい形で打線がつながりましたね。そうですね、やはりつなぐ意識が生んだタイムリーだったと思いますね。ええ、さあこの勢いをこのまま続けることができるか。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。これが3球目。引っ張った。これはどうか。ヒットになった。二塁はセーフ。これで3連打。ノーアウトランナー二塁一塁。赤星さん、バッターのボーは左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。そうですね、やはり左には苦戦してますよね。角度のある外に逃げていくボールには対応できていない感じですよね。ああ、そうですか。バッターボックスのボーは今シーズン得点圏での打率は3割1分2厘となっています。いやー、高い数字ですよね。さすが4番、頼もしいですよね。ええ、ここも期待に応えてくれるでしょうね。はい、期待しましょう。アウトコース外れます。
ストライクが入りません。打ち上げた、ワンバウンドヒットになった、バックホームする、センター前ヒット、これで4連打。さあそして打席には中谷が入ります。さあチャンスが続き満塁の場面、ここで勝ち越せればその後の展開も楽になってきますね。なるほど、そうですよね。赤星さん、犠牲フライの打ち方というのはあるんでしょうか。打ち方というよりもまずは低めのボールを捨てて高めのボールを狙うことができるかですかね。なるほど、そうですか。さあ3球目は何か。外野フライを打つなら絶好球だったですけどね。なるほど、ここは犠牲フライを狙っているんでしょうか。さあ4球目は何か。変化球打った、抜けていく、ホームに送球する、サードランナーホームイン、タイガース勝ち越し、2対1になりました。さあリードしました。さあ勝ち越したシーンですがもう一度ご覧いただきましょう。いや見事なバッティングでしたね。勝ち越しはしましたがまだまだ序盤分かりません。さあそしてバッターボックスには近本が入っています。さあなおもチャンスで満塁の局面、まだまだどうなるか分かりませんからもっと点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですね。まずは見送ります。ワンボール。落ちるボールです。次が3球目、ファウルです。このカウントは甘い球以外も含めた広めのゾーンを狙う感じでしょうね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。タイムリーとはいきませんでした。逃げていく変化球を捉えることはできませんでした。満塁は変わりません。さて赤星さん、この北条対左ピッチャーはどうなんでしょう。そうですね、左ピッチャーはやや苦手としてますよね。そうですか。ボール先行です。アウトコースストライク。アウトコース、これは見送ってボールです。押し出しでの追加点は避けたいところ。次が5球目、バットを出しません。これでフルカウント、次が勝負の1球になります。センターへ、さあサードランナーはどうする、タッチアップ、サードランナースタートを切る、サードランナーがホームに帰ってきました。北条きっちりと犠牲フライを打ちました。さらにリードを広げます。今のバッティングご覧いただきましょう。そうですね、きっちりと役目を果たしてくれましたよね。ここで1点追加、犠牲フライでサードランナーが帰ってきました。バッターボックスは8番、梅野。タイガースこの回3点を入れています。さあ見事逆転に成功し、なおも追加点のチャンスを迎えています。
赤星さん、バッターの梅野、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。そうですね、左に弱い傾向がありますよね。ああ、そうですか。ストレートを狙ってたんでしょうね。ああ、そうですね。インサイド、レフトへ打球伸びる。最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース貴重な得点でリードしました。1回終わって3-1、タイガース逆転に成功しました。2回の表、7番から始まるベイスターズの攻撃、伊藤が打席に入ります。昨日のゲームでは無安打に終わっています。さて今日は天候を気にしながらの投げ合いということになるかもしれません。タイガースの先発は藤浪、昨シーズンは未勝利に終わっています。前回の登板は10イニング投げて自責点1、今シーズン初先発で白星をつかみました。空振りになります。148キロ。3球目は何で来るか。変化球を持ってきましたがわずかに外れました。打ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。引っ張った。大山アウト、ワンアウトです。バッターボックス柴田、2試合当たりが出ていません。藤波、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。ボールになります。この球は落としましたが決まりません。ボール先行です。アウトコースへ決めました。インサイド落ちました。これは北条、一塁送球アウト。いいプレーが出ました。ファインプレー。素晴らしいプレーが飛び出しました。里崎さん、今のプレーいかがですか。まあこれは素晴らしいプレーですよね。走り込みながら見事にキャッチ。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いやー、これはよく取りましたよね。ピッチャーに打順が回って先発の浜口が打席に入ります。ここはしっかりとアウトを取りたいですね。そうですね。ちょっとすっぽ抜けた感じです。空振りになります。これが3球目。
この球は外れています。外れていきます。アウトコース打ちました。北条が掴んで3アウトです。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3-1、タイガースがリードしています。先発の藤波がバッターボックスに入ります。塁に出てやろうという気持ちで打席に立ってほしいですね。そうですね。初球打ち、これはセカンドの右抜ける。先頭バッター出ました。タイガースノーアウトランナー一塁です。打順はトップに帰って糸井。前の打席はツーベースでしたからね、はい、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。3球目打ちました。ライトが取りました。ワンアウトです。さあ点差を広げたい場面、一塁にランナーを出しています。バッターボックスには糸原。ここはエンドランが面白いかもしれませんね。さあ仕掛けてくるでしょうか。大きく外れてボールになります。痛烈、センターへ抜ける。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁一塁。さあタイガース追加点のチャンスを迎えています。まあ早いうちに点差を広げておくに越したことはありませんからね。なるほど、そうですね。まあそしてチャンスに強いバッターに回りましたから、ここは期待も高まりますよね。はい、さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。ああ今のは内頃のボールでしたけどね。はい、バッター何を狙っているんでしょうか。さあ3球目は何か。内へズバッと投げ込んできました。次が4球目。見逃しましたが三振、タイムリーなりませんでした。せめて右方向に転がしてランナーを進めたかったですよね。まあここは繋いでおきたかったんですけどね。まあでもチャンスは続いていますから、ここでしっかり得点しておきたいですね。そうですね。さあこのチャンスでバッターボックスには4番のボーアが入っています。切りました、ファールボールです。打ちました、痛烈、これはセカンドライナー。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。2回終わって3-1、タイガースがリードしています。里崎さん、序盤をリードで迎えた展開なわけですが、この後どのようなピッチングが必要になりますか。まあやっぱり先頭バッターをしっかり抑えることでしょうね。コーナーをしっかり攻めていきたいですよね。はい、ここに来ても丁寧なピッチング期待しましょう。まあここは厳しいところでストライクを取らないといけませんよね。なるほど、そうですか。低いところへ決めてきました。力
のあるストレートですよね。はい、ストレートが決まっています。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました。さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか。センターが取りました。2番バッター宮崎。前の打席はストレートを打たれたんでね、ここはどういうリードするかですよね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。まあここはボールになることを恐れずに厳しいところに投げたいですよね。はい、打ちました。伸びていく。どうだどうだ、レフトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。打ちのボール打った。ここはフライになっています。抑えてツーアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。さあそして打席にはソトが入ります。さあツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。リードはしてますけどどうなるか分かりませんから、気を抜かずにしっかり抑え切らないといけませんね。なるほど、そうですよね。いいまっすぐですね。アウトコースのストレート、力があります。すぐに追い込みました。この球は、外れました。このピンチ、空振り三振に切って取りました。なんとかここは抑え切りました。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。3対1、タイガースがリードしています。赤星さん、立ち上がりを攻めリードを奪っているわけですが、もう一押ししておきたいところですよね。そうですね、こういう展開の場合は取れるときにしっかり取って優位に立っておきたいですよね。そうですね、追加点を取れるのか注目です。外は入っています。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。バッターは近本。ここは引っ張った。ファーストの横抜けました。タイガースチャンスになります。ノーアウトランナー二塁一塁。バッターボックスには7番北条。さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。さあタイガースその点差を広げていこうかというところです。抜けたような感じになりました。大きく外れます。ここは相手バッテリーがゲッツーを狙ってバントしました。ピッチャーが取る。一塁送球アウト。ワンアウト、送りバント成功です。ワンアウトランナー三塁二塁。さあそしてバッターボックスには梅野が入っています。さあワンアウトになりましたがチャンスが続きます。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですね。バッターの梅野、今シーズンの得点圏打率は2割9分となっています。内へ、これは決まった。ワンボールツーストライクです。高めのボール、
レフトに上がった。さあサードランナーはどうする。犠牲フライには十分な距離です。タッチアップ、サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。犠牲フライを決めてきました。4対1、タイガース3点リードとなりました。ご覧いただきましょう。ここで犠牲フライ、得点を入れています。まあここはしっかりと仕事をしてくれましたよね。犠牲フライでサードランナーがホームイン、1点を追加しています。さあバッターボックスには先発の藤波が入っています。ここは自分で援護点を取りに行ってほしいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。インサイド打ち上げました。この打球はフライになっています。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース犠牲フライで1点を追加しています。3回終わって4対1、タイガースのリード広がっています。バッターの梶谷、ここのところ5試合で打率が2割を切っていますが、バッティングの調子はどうなんでしょう。そうですね、状態自体は悪くないと言ってましたから、先ほどのヒットをきっかけにまた上がってくるはずですよ。なるほど、そうですか。さあここから調子を上げていきたい。いい当たり、これはどうか、ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。さあタイガース、得点圏にランナーを背負った場面です。まあリードを守って終盤戦に入りたいわけですから、ここはちゃんと抑えていきたいですね。なるほど、そうですね。まあそして彼にはインコースが甘く入ると危険ですから、しっかりコースをついていきたいですね。はい、さあこのピンチ切り抜けられるでしょうか。ここはバッターが甘い球を待ってますから、しっかりコントロールしないといけませんよね。なるほど、さあどう来るか。まあここで攻撃の流れを切っておきたいところなんですよね。ただここからが大事ですからね。無失点のまま切り抜けたいですね。初球打ち、これはどう、ショートの横抜けた、バックホームする。タイガースさらにピンチになりました。ワンアウトランナー三塁一塁。さあそして打席には柴田が入ります。さあなおもピンチの場面。向こうの攻撃がいい形になりかけてるんでね、ここできっちり抑えておきたいですね。なるほど、そうですよね。初球は大きな変化球、ボールになります。ここはゴロを打たせたいですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。ファウルになります。里崎さん、ゲッツーを狙うときはどういうリードをするんでしょうか。まあインコースを詰まらせるか、もしくはアウトコースを泳がせるか、まあどちらかでゲッツを狙いたいですよね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。打ちました、ヒットになった。サードランナーホームイン、1点返しました。 DeNA ベイスターズ、レフト前へのタイムリーヒット、4対2になりました。タイガースなおも2塁1塁のピンチです。抑えたかったんですが、タイムリーが出て点差が縮まります。まあもう少し慎重に行きたかったですね。これで2点差となりました。さあ打席には先発の浜口が入ります。さあ得点圏にランナーを置いた場面です。バントの構えを見せてきました。送ってきた、三塁方向、ピッチャー取った、三塁フォースアウト、決めることはできませんでした。ランナーは変わらず二塁一塁です。バッターボックスの上里、今シーズン得点圏での打率は1割9となっています。
ターへ。打球はいいところに飛んだか、掴んでスリーアウト。反撃はここまで。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。しかしこの回ベイスターズ点差を縮めていきます。4対2、ベイスターズが追い上げています。タイガース4回裏の攻撃になります。糸井がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。タイガースリードで迎える4回の攻撃です。点を取られたんでこの回すぐに取り返したいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。スライダー外れます。インコースを落としました。見逃し三振、ワンアウトです。2番バッター糸原、今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですよね。さあここも打っていけるか。浜口、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。キレがありますよね。確かにキレがいいように感じますね。ノーボールツーストライクです。さあ外してくるのか。緩いボールを持ってきました。見逃して三振になります。ツーアウトになっています。バッターボックスには3番大山、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきは見送っての三振でしたよね。はい、今度は積極的に振っていってほしいですよね。そうですよね。ツーアウトランナーありません。大きく外しています。外外れてボール。インサイド、弾き返した打球はセンターへ。神里が掴んでスリーアウトです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。4回終了4対2、タイガースがリードしています。里崎さん、追われる展開となっているわけですが、このぐらいの点差の時にピッチャーはどんなことを考えるもんですか？まずは先頭バッターを出さないように注意して毎イニング投球したいですよね。はい。初球時、打球はセンターへ。センター掴んでワンアウト。3番バッター佐野、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはタイガースが藤浪、そしてベイスターズが浜口、この2人の投げ合いとなっています。まあここはバッターが甘い球を狙い撃ちしてくるカウントですよね。なるほど。さあ何を選択してくるか。引っ張った、ライトへ打球伸びる。ここは打ち上げています。ライト掴んで2アウト。打順は4番ソト、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい。さあどういうリードになるんでしょうか。2アウトになっています。この回の藤浪3球で2アウトまで来ました。
そうですね、まあ省エネでねピッチングできてますからね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。バットは動きません。よく見ています。低め、これは決まった。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。変化球が低めに外れます。外れましたけどいいボールでしたね。はい、変化球わずかに外れてボール。スリーボールツーストライクです。さあこれで決まるのか。レフト下がっていく、下がっていく、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで4試合連続安打。ツーアウトランナー二塁。さあタイガース得点圏にランナーを背負います。まあ一発が怖いバッターなんで、そのあたりバッテリーも警戒してくるでしょうね。うん、そうですよね。まあそしてバッター今日調子がいいですからね。いつも以上に厳しい。初球打った、これは大きな打球、入った、ホームラン。梶谷今シーズン第1号の同点ツーランホームラン。これで今日3打点。タイガース追いつかれました。4対4。ここで一発を浴びてしまいました。試合は振り出しに戻りました。ご覧いただきましょう。このホームランで同点とされています。これはもったいない一球でしたね。ここで追いつかれました。同点です。バッターは6番ロペス。タイガースこの回同点に追いつかれています。里崎さん、今日は調子が出ませんね。まあ本来の調子から言うとね、今日はイマイチな感じがしますね。ああなるほど、ベンチはこれをどう判断するかですよね。いいまっすぐですよね。インコースストレート、際どいところに決めました。ノーボールツーストライク。見送っています。高めのボール打ちました。センターへ打球伸びる。中谷が抑えてスリーアウトチェンジです。しかしこの回ベイスターズ貴重な得点が入りました。4対4。ベイスターズ同点に追いつきました。赤星さん、中盤に差し掛かって同点です。この後はどのあたりを注目していけばいいですか？そうですね、両チームとも打線はいいんで、やっぱりこの後の継投は気になりますよね。はい、ベンチの継投のタイミング、このあたり注目です。いいまっすぐですよね。インロー、指にかかったストレートで空振り。147キロ。改めてお聞きしますが、このボーはどういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう？そうですね、まあランナーがいると打ち方が変わる場合もありますけど、基本的にはホームランを狙って思い切ったスイングをしてくるバッターですよね。なるほど、ここはどういうバッティングをするんでしょうか？さあ勝負してくるのか。入れました、ファウルボール。バットに当たりません。三振、ワンアウトです。バッターボックス中谷、今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。さあここも打っていけるか。
浜口、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ツーアウトになりました。打席には6番バッター近本、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。大きく外れてボールです。インコース決まった。ワンボールツーストライクです。ここは釣り玉は振らないように注意したいですね。見逃して三振です。スリーアウトチェンジ。この回タイガース三者凡退です。5回終わって4対4同点です。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは初回、得点圏には先制のランナー、迎えるは5番梶谷。その初球をしっかり弾き返します。タイガース先手を取られます。しかしタイガースすぐさま反撃、同点のチャンス。2番バッター糸原、追い込まれてからのタイムリー。タイガースここで追いつきました。続く攻撃、勝ち越しのチャンス。5番中谷、レフトへ弾き返すタイムリー。タイガース勝ち越しに成功しました。さらに続きます。ワンアウト満塁の場面、7番北条、ここで犠牲フライ。タイガース1点を追加します。3回の表、ピンチの場面だったんですが、落ちるボールで三振を奪います。得点を与えません。その裏、ワンアウト二塁三塁で8番バッター梅野、きっちり犠牲フライ。タイガース1点を追加します。しかしベイスターズ負けていません。ワンアウト1・3塁のピンチ、8番柴田、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。タイガース1点を返されます。ランナー2人を置いてヒヤッとしましたが外野フライ、ここはしのぎます。5回2アウト2塁の場面、5番バッター梶谷、甘く入った球を振り抜きました。タイガース一振りで同点とされます。お待たせいたしました。甲子園球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。7番から始まるベイスターズの攻撃、バッターは伊藤、先ほどの打席でヒットを放っています。タイガース同点で迎える6回です。さあ里崎さん、まずは先頭バッターですよね。まあそうですね、そのためにもここは丁寧なピッチングを心がけたいですよね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。コーナーをつきます。あっという間に2ストライクです。打ちました。北条、これはショートのエラーです。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁には勝ち越しのランナー、バッターボックスには柴田。ここはエンドランを仕掛けてくることも想定しておきたいですね。さあ仕掛けてくるでしょうか。ちょっとすっぽ抜けた感じです。
ここはゴロを打たせたいですよね。うん、そうです。インサイド落ちました。ヒットになった。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁一塁。ここはうまく引っ張られてしまいました。まあこれはいいバッティングされましたね。バッターボックスには代打の細川。さあ里崎さん、ここは抑えておきたいところですよね。まあそうですね。この代打が成功してしまうと流れが向こうに行ってしまう可能性ありますよ。うん、そうですね。さあ勝ち越しのかかった場面となっています。送りバントだ。左方向へ転がした。ピッチャーが抑えた。三塁アウト。際どいタイミングも一塁はセーフ。よく走りました。さあそしてバッターボックスには神里が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、まだピンチは脱していません。ここをこのまましのぎきれれば流れが変わるかもしれませんね。なるほど、そうですね。インコースまっすぐ。次が3球目。ストレート打った。抜けた。セカンドランナー帰れば勝ち越し。勝ち越しのランナーが三塁を回った。セカンドランナーホームイン。ベイスターズ勝ち越しました。5対4。タイガースなおも二塁一塁のピンチ。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。このゲーム中盤、ここでリードを奪われます。バッターボックスは2番宮崎。タイガースこの回1点を失っています。さあ勝ち越しを許し、なおも得点圏にランナーを背負います。相手打線が勢いづいてきてるんで、これ以上乗せないように食い止めないといけませんね。そうですね。ここで切っておきたいところ。バッターの宮崎、今シーズンの得点圏打率は3割飛んで5厘となっています。引っ掛けさせようかというボール。しっかり捉えた。落ちた。ヒットになる。ボールは中継。セカンドランナーホームイン。ベイスターズ追加点。6対4になりました。タイガースさらに二塁一塁のピンチが続きます。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。試合中盤、徐々にリードを広げられています。さあそして打席には佐野が入ります。さあピンチは続いています。まあ勢いづかせると厄介ですから、ここは無失点で切り抜けないといけませんよね。なるほど、そうですよね。ふわふわっと上がった。これはインフィールドフライ。取りました。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。さあそしてバッターボックスには外が入っています。さあツーアウトにはなりましたが、ピンチは続きます。まあこのまま抑え切って攻撃陣の奮起につなげたいですね。なるほど、そうですね。ここはバッターが大きいのを狙ってくる可能性が高い場面ですからね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。ここはバッターが思い切って振ってくるカウントなんでね。左中間へ持っていった。これは大きい。スタンドには届かない。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。ベイスターズ追加点を挙げました。7対4。タイガースさらに三塁二塁のピンチが続きます。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。試合中盤、徐々にリードを広げられています。
バッターは5番梶谷。タイガースこの回3点を失っています。さあ勝ち越しを許し、なおも得点圏にランナーを背負った場面。相手打線が勢いづいてきてるんで、これ以上乗せないように食い止めないといけませんね。そうですね、ここで切っておきたいところ。バッター有利なカウントになりました。バッテリー後がなくなってきました。フォアボール。ここは勝負を避けた形でしょうか。これで2アウト満塁、ピンチを迎えます。ちょっと心配ですね。ストライクが入らなかったですね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。切りました、ファウルボール。打ち上げました、高く上がった、掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回ベイスターズ貴重な得点が入りました。7対4、ベイスターズが勝ち越しに成功しています。6回の裏タイガースの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。パットンが2番手としてコールされています。さあマウンドに上がったのはパットン、今シーズン10試合目の登板です。さあ赤星さん、この相手をどう打ち崩していくかですよね。まあ相手の調子も見極めながら甘い球を待つことでしょうね。このイニング反撃の口火を切ることができるんでしょうか。低め見送りました、ストライクです。3球目は何で来るか。打ちました、ライン際に打球が飛んでいる、わずかに左に切れました、ファールボール。高めのボール弾き返した打球はライトへ、ライトが取りました。バッターボックス梅野、先ほどの打席で犠牲フライを放っています。ワンアウトランナーなし、アウトコース見送ってストライクです。2球目は何で来るか。スライダー外れます。際どいコースには投げ込んでいます。4球目は何で来るか。高めのボール、これはどうか、センターに抜ける、梅野今日の初ヒットがここで出ました。バッターボックスには代打のサンズ、ヒットでランナーを一塁に置いています。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、そうですね。ファウルになります。スライダー決まっています。ノーボールツーストライクです。追い込まれてるんで際どいところ、三振になります。ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター糸井、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきの三振はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは思い切っていってほしいですよね。そうですね。ツーアウトランナー1塁です。これが2球目、ファウルになります。
これが3球目。ここもファールです。一塁牽制、一塁はセーフ。ここでコントロールミスが出ました。デッドボール。やはり痛めました。今やはり怪我が重いんでしょうか。交代のようです。ここでタイガース代走を送ります。上田がファーストランナーに入ります。さあそして打席には糸原が入ります。さあ得点圏にランナーを置いています。まだ中盤ですから1点ずつでも返していけばまだまだ分かりませんよね。なるほど、そうですよね。やはりピンチですから初球も慎重になりますよね。やはりそうですか。外へのストライク。3球目打ちました。ライトの前落ちる。ホームに送球する。これで3安打猛打賞。ツーアウト満塁です。さあそしてバッターボックスには大山が入っています。さあチャンスが続き満塁の場面。ここで1点でも返せればまだまだ分かりませんから、なんとかものにしたいですね。なるほど、そうですね。大きいのを狙うにはもってこいのボールでしたけどね。そうですね。ライトへ、ワンバウンドヒットになった。ホームに送球、サードランナーホームイン。タイガース1点返しました。7対5、さらに満塁のチャンスが続きます。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を縮めます。こういう場面で1本出るとチームにも勢いが増しますからね。ここで得点が入りました。バッターボックスは4番ボーア。タイガースこの回1点を返しています。さあ2点を追いかけ、なおも一打同点のチャンスです。いい流れになってますから勢いに乗ってどんどん行きたいですよね。はい。さあここも続くことができるでしょうか。よく見極めましたね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。151キロ。ファウルボールです。誘ってきたんでしょうけど見極めましたね。はい、高めストレート外れてボール。打ち上げた、高い打球になった。掴んでスリーアウト。なんとか同点のピンチをしのぎました。しかしこの回タイガース点差を縮めていきます。6回終わって7対5、タイガースが追い上げを見せています。これから7回ベイスターズの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。モリアがマウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。里崎さん、リードを許して終盤に差し掛かってきたわけですが、残り3回、もう1点もやれない状況ですよね。そうですね。もうここからは1点が大きく勝敗に関わってきますからね。しっかりしのぎたいですね。しのいでいけるか注目です。内へ低めの変化球。インサイド落ちました。ファウルになります。見逃し三振、ワンアウトです。打席には8番バッター柴田。前の打席はしっかり捉えてましたからね。まあタイミングが合ってるようなんで、ここは注意が必要ですよね。そうですね。ワンアウトランナーありません。落ちる球できました。さあ3球目は何か。
胸元へ持ってきました。ストライクです。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。振ってくれませんでしたよね。振ってきません。外れています。5球目は何で来るか。惜しいですね。決まったかと思いましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。空振り三振。バッターボックスには代打の伊藤。ツーアウトランナーありません。初球ボール。高めのボールに手が出ました。次が3球目。打ちました。ボーア一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。7対5 DeNA ベイスターズがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブンタイガースの攻撃に入ります。7回の裏タイガースの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。武藤がマウンドに上がります。赤星さん、残りの回を考えるとこの辺りで点を取っておきたいところですよね。いやもちろんですよ。まずはこのイニングで同点にまで持ち込みたいですね。はい、そういった展開作ることができるんでしょうか。落ちる球見逃してストライクです。インハイ決まっています。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。ボールになります。内へのボール外れました。3ボール2ストライクフルカウントになっています。見逃し三振。ワンアウトです。打順は6番近本。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席見逃しての三振はよく。インサイド打ち上げました。左中間へ打球伸びる。レフトが取りました。ツーアウトです。7番バッター北条。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか。期待しましょう。ツーアウトになっています。外のボールまっすぐでストライクを取りました。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。低めに外れてボール。ここはストライクはもちろん際どいボール。これはバット出ず三振です。スリーアウトチェンジ。
反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。7回終わって7対5、 DeNA ベイスターズがリードしています。これから8回ベイスターズの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。岩崎がマウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。さあマウンドを任されたのは岩崎、今シーズン18試合目の登板です。昨日今日と連投ということになりました。インサイド、ここはフライになっています。ライト掴んでワンアウト。バッターボックス宮崎、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね、はい、今度はしっかり抑えてやり返さないといけませんよね。うん、そうですね。ワンアウトランナーありません。バッターボックスは3番佐野、先ほどの打席はファールフライに倒れています。2アウトランナーありません。緩いボール決まりました。大きく外れました。ファウルになります。打ちました、取りました。一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ベイスターズ三者凡退です。7対5、 DeNA ベイスターズがリードしています。8回の裏タイガースの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。背番号14、石田がマウンドに上がります。さあマウンドに上がったのは石田、今シーズン18試合目の登板です。ここまでまだ失点はありません。素晴らしい投球を続けています。インコース、ストライク。インコース決めてきた。ノーボールツーストライク。引っ張った、サードゴロです。取った、アウト、ワンアウトです。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね、ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね、そうですね。ワンアウトランナーありません。打ちました、センターへ、伸びがありません。この打球はフライになっています。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターはダイソーから起用されている上田。ツーアウトになっています。アウトコース、ストレートが決まっています。タイミングを取らせません。あっという間に2ストライクです。さあ外してくるのか。ファウルになります。ボールカウントは2ストライクです。打った、一塁線落ちました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出ました、タイガースです。ツーアウトランナー二塁。バッターボックスには代打の原口。さあ赤星さん、期待のかかる場面となりました。そうですね、まあここで詰めておけると大きいですからね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。
いきなり牽制、二塁タッチもセーフ。これが1球目。初球空振りです。外、ストライクを先行させていきます。追い込みました。落としてきた。しかしバットは止まっています。さあ勝負してくるのか。空振り三振、前にボールを飛ばせません。あと1本が出ませんでした。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。8回終わって7対5、 DeNA ベイスターズがリードしています。これから9回ベイスターズの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。背番号28小野がマウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。インサイド見送っています。スピードボールを持っています。インサイド打ち上げました。打球はライトへ。ライトが取りました。ワンアウトです。打席には5番バッター梶谷。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ワンアウトランナーなしです。初球ボール。高めのボール打ちました。弾き返した打球はセンターへ。センター掴んで2アウト。バッターボックスには6番ロペス。今日はまだ当たりがありません。2アウトになっています。打った、高く上がった。この当たりはどうか。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。7対5、 DeNA ベイスターズがリードしています。タイガース最後の攻撃になります。そしてベイスターズがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあ簡単に打たせてくれる相手ではありませんが、何としても攻略しなければなりません。さあ赤星さん、最後の攻撃ということになりました。まあ厳しい展開であることに変わりはないんですけど、なんとか巻き返してもらいたいですね。そうですね、なんとか反撃したいところ。さあ2球目は何か。外低めのボール、ノーボール2ストライクです。うん、今のはよく我慢しましたよね。はい、低めわずかに外れてボール。バッター見送りました。引っ張った、これはどうだ。サード取った、アウト、ワンアウト。バッターボックスには代打の福留。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあそうですね、ここは得点のきっかけが欲しい場面ですから、そういう役割を期待しての起用でしょうね。そうですね、この起用に応えたい。初球ボール。速いボール、膝元決まってストライク。
わずかに左に切れました。ファールボール。低めの変化球は外れました。外へのボールは入りません。フルカウントです。セカンド取る。アウト、ツーアウト。打順は5番中谷。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。さっきは見送っての三振でしたよね。はい、今度は積極的に振っていってほしいですよね。そうですよね。ツーアウトランナーありません。現在2点差、ツーアウトからチャンスにできるんでしょうか。まあまだこの点差なら分かりませんからね。とにかくつなぐことに集中したいですね。はい、さあつなげるか。見送っています。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。三振です。試合終了。タイガース痛い敗戦となってしまいました。赤星さん、残念ながら敗戦となってしまいました。そうですね。まあただ最後まで粘りを見せましたしね。残念ではあるんですけど、いいゲームでしたね。そうですね。次につながる、そういった反撃は見せてくれました。勝った DeNA ベイスターズ、接戦をものにしました。一方のタイガースですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガース敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。お忘れ物などございませんよう、お書きになったお席付近をもう一度